皆さん、こんにちは。新型車の開発には莫大な費用と時間がかかります。そうして作られた車は売れるという確信を持って開発されているはずですが、中には本当に売れると思って作られたのか疑問に思ってしまう車もあります。そこで今回は存在理由が難解すぎるユニークな車をご紹介します。1. 三菱ミラージュザイビクス。1970年代中頃から1980年代にかけて爆発的に増えたのが FF コンパクトカーです。 FF のメリットはいろいろありますが、特に室内の広さについては定評があります。各メーカーとも FF コンパクトカーを発売する中、1978年に三菱が発売したのがミラージュです。三菱初の FF 車で新世代のコンパクトカーとしてデビューしました。その後代を重ねるごとにエンジンとボディが徐々に大きくなり、1987年に登場した3代目ミラージュはミドルクラスのセダン、ギャランを意識したデザインのコンパクトハッチバックセダンでした。この3代目ミラージュのハッチバックモデルには4タイプが設定されます。中でもザイビクスは2シーターでリアサイドウィンドウが鉄板で塞がれて暗装化されており、まるで商用車のパネル版のようで、三菱は無限の可能性を秘めた新遊び提案車と表現していました。 1.5 リッターと 1.6 リッターエンジンを搭載し、どちらも5速マニュアルのみでサスペンションが強化されるなど、スポーツ路線で実際にモータースポーツ特別仕様車が限定発売されたほどです。オプション設定される装備もユニークで、後部の荷室でテレビが見られるキットなどがありました。しかしこのコンセプトは一般には理解されず、デビューから1年で生産を終了します。景気が上向きだった背景から誕生した期待の新車です。 2. スズキ X90。 1993年の東京モーターショーでスズキブースに展示されたコンセプトカー X90 は、来場者から高い評価を得て2年後の1995年に市販化されました。社名はそのまま X90 とした T バールーフの2シーター車で、ベースとなったのは SUV のエスクードです。したがって駆動方式はパートタイム式 4WD が採用されています。当時のエスクードは本格的な 4WD 車が採用するはしご型フレームで、このフレームを流用して新たに X90 のボディを乗せた形です。とてもユニークなスタイルで海外でも話題になり、輸出もされました。しかし日本では2シーター SUV の市場などなく、2年ほどで販売を終了します。コンセプトカーが高評価だったにもかかわらず、実際に発売してみると売れなかったという残念な結果になりました。今も中古車が流通していますが、非常に数が少なく希少な1台です。 3. 日産アベニール GT4。 日産アベニールは初代が1990年にデビューしたステーションワゴンです。比較的オーソドックスなスタイルのワゴンでしたが、1998年に発売された2代目ではよりスタイリッシュなデザインに変わります。このアベニールにはパルサー GTIR や
S13 型シルビアなどに搭載され、メークと言われた SR20DET 型エンジンと高性能フルタイム 4WD システム、アテーサを組み合わせて搭載したアベニール GT4 がラインナップされます。アベニール GT4 の SR20DET 型エンジンは2リッター直列4気筒ターボで、最高出力は230馬力を誇りました。当時、日産は SR20DET 型を初代アベニールや同じくステーションワゴンのルネッサ、ミニバンのプレーリーリバティにも搭載するなど、高性能モデルを様々なジャンルで一気に拡大します。ワゴンやミニバンに高性能エンジンと 4WD という組み合わせは他にはないユニークなものでしたが、トランスミッションは4速オートマのみと、スポーティーさでは中途半端感が否めませんでした。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。